はい、皆さんおはようございます。長です。今日は12月の12日水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、株式市場非常にまあ,あの全体的に上がっている日でしたけれども、まあ、結構ショートカバーっていうのがメインだったかなと思います。あとはやっぱりここ最近非常に売られていたテック銘柄の広い動きっていうのが出ていたりですとか、あとはですね、結構あの面白いなと思ったのがあの中国の銘柄ですね。結構ここ最近やっぱり戻ってきているので、やっぱりこの いわゆるそのバリュー銘柄みたいなのが注目されてるっていうふうに言ってましたけれどもやっぱここ最近言われてそのバリュー銘柄がバリューじゃなくなってきてるっていうところからやっぱりもう一旦グロスだったりとかやっぱり非常にここ最近売られていた、えー、中国銘柄にまあ資金がいっているというようなま状況になっているのかなと思うので、まあ、あのバリュー銘柄、まあ、こ,のこれまでのバリュー銘柄っていうふうに言われていたものが、まあ、継続して上がり続けるっていうところは正直僕全然ないと思っているので。 まあ,ある程度、一服感出てきたタイミングでもう手放してしまった方が僕はいいんじゃないかなと思っています。やっぱりそういった観点では、長期的に保有するのであれば、グロースだったりとか、しっかりと成長が見込めるような銘柄でないと、やっぱり長期保有というのは厳しいので、そのあたりは一つ、あのまあ気をつけながらというか、やっぱりなんでこの銘柄を持つのかっていう理由付けを自分の中でしっかりと納得感っていうのを持ってやっていけるかっていうのは非常に長期投資をやる上で、 重要ななのかなと思っています。はい。でですね、ちょっとあのここ最近のやっぱりいろいろツイッターとかを見ていて本当に思うのは、あのボトムを拾おうとしている人結構多いんじゃないかなと思うんですよね。やっぱ投資を続けていく上で非常に重要なのはボトムを拾うことじゃなくて、大きいこのアップワードスイングというかあの上昇気流に。 が出てくる時にまあ、しっかりとそれに乗るっていうことが重要だと思うのでまあ、あの過度なリスクテイクだったりとかあの過度な短期売買売買でったりとかっていうのはやっぱり手数料っていう観点からも含めて結構まあマイナスになることも多いのでやっぱりいい銘柄を買っていくっていうまあ基本線としてそこを崩さずに投資をしていくことがやっぱり重要かなと思いますもうこれも本当に何回も以前にも言いましたけれども個人投資家機関投資家と違って短期での え、利益っていうのは求められてないですし、まあ、長期でやっぱり上昇していく、銘柄を掴むことっていうのは、ま、本当に、そういう観点からやっぱり重要だと思うので、あの、セクターローテーションだとか、うわーって言って追っていくっていうよりも、あの、ま、そういったタイミングでしっかりといい銘柄にお金をまた入れてみるとか、あとはそのちょっと下がったぐらいでビビって売らないとか、やっぱりあの、何かしら動ける資金をもう一つ持っておくっていうのも一つ重要な要素だと思うので、まあ、ちょっと上がりすぎたら、まあ、売るっていうのも別にいいですし、まあ、あとは毎月、 キャッシュが少しでも入ってくるっていう人は、まあ、すぐにそれを使わないで、まあ、何かのタイミングの時にそれを、まあ、使うっていうところに持っていくと心の安定感っていうのもあの断然違うと思いますので、まあ、そのあたりを我慢してキャッシュを持つというところも一つ、えーまあ、やってみるといいんじゃないかなと思います。まあ、あとはそのキャッシュに入れるのが置いておくのが嫌だよっていうのであれば、あのー、指数とかを買って、まあ、その指数を、まあ、ある意味キャッシュがあるみたいにして。 あの使いたいタイミングになったらその指数を例えば売るとかそういう感じの戦略も一つありなんじゃないかなと思っています。はい、でここからですね指数ちょっと見ていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーしていただいております。ファンズはですね個人投資家が機関投資家に対して貸し付けという形で間接的に投資ができるプラットフォームになってますので是非概要欄の方からチェックしてみてください。ということで指数見ていきたいと思うんですけれども まずはですね、ダウがプラスの0.51%、S&P がプラスの0.92%、ラスダックがプラスの1.41%、ラスレル2000がプラスの0.93%、米国の10年債、こちらほとんど動いてないですね、1.74というところで最終的には引けていました。で、ドル円なんですが、まあ、若干戻しているかどうかっていうぐらいではありますが、 115.3というところで今のところは推移しています。で、ちょっと一応見ておきたいのがクルードオイル原油ですね、81.42というところで約4%ぐらい上昇してましたが、まあこのあたりはあの、まあ、物価上昇に対して一つ意識がいっているっていうところももちろんあると思いますし、まあ、ちょっと僕はニュースを終えてないだけかもしれませんが、やっぱりアメリカの経済強いよねっていうところがあの現状、まあベースにはあると思うので、まあこのあたり一つ、 あの一つ物価上昇というところの指数としても見ていいかと思いますがもう1つ、アメリカの経済の強さというところを測る上で、えでこの辺りは参考にしてもいいんじゃないかなと思います。 はい、続いてはセクター別のパフォーマンス見ていきたいんですけれども、まあ、今日原油が上がってたというところもあって、まあ、エネルギーが非常に強く続進していましたでそれ以外にはやっぱり引き続きあのファイナンシャルだったりとかヘルスケアっていうところがまあ強いこれは引き続きセクターローテーションの動きっていうのが、まあ、ある程度あるっていうところはあの見えるかと思うんですけれどもやっぱりコンシューマーだったりとか、まあ、ユーティリティですねこの辺りも結構ディフェンシブメーでまで、あ、少し弱い動きをしてきているので、まあ、ある程度この ローテーテションというのも終わりに近づいてきているのかなと思いますしまたやっぱりこの IT 関連の銘柄っていうのが戻ってきているっていうのはある程度そのボトムフィッシングではないんですけれどもある程度この金利の上昇と株価の下落っていうところに一服感があるっていうところがまあ一つあるんじゃないかなと思っていますまあとはいえ明日ですね CPI の発表があるのでまあそれを見てっていうところは当然あるんですけれども現状ですねちょっと意識されているリスクとして あのもちろんインフレインフレあの利上げとか、まあ、バランスシート縮小みたいに言われてるんですけれども逆にインフレが続かなかったリスクっていうところが意識され始めていると思うんですよねなのであの今逆の現象が正直起きてると思っていてもう利上げ利上げはどうしようリスクオフみたいなところはもう正直終わったと思いますなので今後はそこが逆回転もしした時のリスクをあの意識し始めるタイミングには来てるので あの長期で見るる場合は今売られまくっているような例えば何かあの n v i d i a とかかもしれませんけれども人によっていろいろと違うかもしれませんがそういった銘柄を見ておくっていうのは一つ非常にいいポイントかなと思うので今売られているもので何かいいストックないかいいストックっていうのは株ですね株ないかっていうのをちゃんと見ていくっていうのは非常に重要なタイミングになってくるんじゃないかなと思っています。 で、チャートをちょっと見ていきたいと思うんですが、まウま、こんな感じになって、まあ、下ひげがビヨーンと2日連続で伸びてる感じにはなってますよね。そ、ま、こ、あ、がたいなっていうまあ印象を与えるチャートかと思います。S&P も同様ですね。あの100日量平均線かなこれは。あ、50日か。50日量平均線のところまでま戻ってきているということもあるので、さすがに本当にそこがたいなというようなまあ印象を強くあの持つようなまあチャートになってますと。で、ナスダックまだ弱いですけれども、さっき言ったみたいに、 あの思ったよりも物価が上がってこないっていうリスクがあのやっぱり意識されてくるようなタイミングだったりとか、まあ、テックで安い銘柄を買うっていうような、まあ、非常にいいあの資金を入れるタイミングですよねっていうところが今非常に意識されているポイントなんじゃないかなと思っています。はいまあ、あとはですね金利についてはちょっとチャートで見るとほとんどまあ下がってはないんですけれども、まあ、この辺りやっぱり昨年の4月ぐらいのタイミングとまあ同じような水準になってきているというところもあるので。 まあこの辺りは少しやっぱり一服感が出やすいようなタイミングになるかなと思いますが、まあ、何度も言いますけれども、えー、CPI の数字見てからかなと思っていますで後ほどですね今日はちょっとパウエルさんが話をしていたようなので、まあ、その辺りのニュースっていうのも少し拾っていきたいかなと思っています、はい、ではではですね個別目柄ちょっと見ていく上でえボリュームについて、まあ、あのそんなに戻ってきてるっていう感じではないですけれどもあの、まあ、少しずつ 今後、またもっともっと資金が入ってくるようなことにはなってくるかなと思うので、まあ、このあたりの NVIDIA だったりとか、テスラ、こういった銘柄に、ま金が入ってくると、本格的に、まあ、そういったテック銘柄、グロス銘柄、戻ってくるよね、みたいな感じになりやすいかなと思います。アップルも、まあ、こんな感じでもあるので、あのものすごい買いが入ってるってかというよりも、まあ、普通のトレーディングセッションだよねっていう感じかなと、うんうん、思いますね。まあ、もう、完全に悲観的な相場っていうのはある程度、一服した感じは、このあたりを見ても、 あのまあ、短期的には思思うかなと思います、はい、でここからちょっとニュースを見ていきたいと思うんですがこれちょっと面白いなと思ったのでご紹介をしたいんですけれども米国のですね債券の格付け機関であるフィッチが出してた予想なんですけれども2022年に2回2023年,年に4回の利上げっていうのをまあ想定してますとまあこれ詳細は書いてないんですけれどもやっぱりその今後 FRB が物価を上昇して物価が上昇していくにあがって 利上げしててていいっったりととかううのがが想定されていると思うんですが、まあ、ある程度そういったところに,によって物価の上昇,という上昇というのが抑えられたりとかあとやっぱり今後、えー、経済が活発化して戻っていくタイミングである程度需、えー、給ギャップというのが解消されて物価上昇というのが、えー、一旦収まるんじゃないかという見方もいろんなところでやっぱ出てきているので、まあ、そういったところを反映してのことなんじゃないかなと思っています。 はい、でいくつかですね、ちょっと皆さんと見ていきたいニュースがあるので、ちょっとご紹介をしていきたいんですが、これじゃないですね。はい、で、えーまああの、これアナリストが、エコノミストが言ってるから買い出よっていうわけじゃないんですけれども、えー、これ一応ゴールドマンの、えー、ストラテジスとか、まあ、今非常に米国の、えー、テック関連の銘柄ですね、にやっぱミスプライスが起きてますよということを言っていますと。でこれは あのまあ、僕自身も実際にそう思いますしそういうふうに言ってる人が結構増えてきてるとでまあ,あのそういったところを見越しても買っている人はず十分にいると思うんですけれどもやっぱり今のところあのテック銘柄というかやっぱりグロース銘柄を基本的には長期で保有するっていうのが株式投資の基本だと思うんですよね。でバリューっていいいいうううのははそんななに成長性はないけれども今安いから買うっていう正直まあ あのセクターローテーロテション狙いのまあ銘柄だと思うんですよなのでまあこの辺りはやっぱりずっと続かないよねと今のトレンドが続かないよねっていうのがまあ基本的にはこの考えの中には僕はあると思うので長期でやっぱ投資していきたい人に関しては金利根が上がってくるけれども今回のような下落のタイミングでしっかりと拾うっていうのが非常に重要なのかなと思います。まあ、そのために キャッシュをしっかりと残しておいて拾うために、まあ、もしくは拾わなくても心の余裕を持っていくために、えー、資金をちゃんと手元に置いておくっていうのはやっぱり重要な、まあ、一つの習慣かなと思います、はい。でもう一つなんですけれども、えー、今いろんなリスクが叫ばれている中でやっぱり今年は厳しい株式のマーケットにはなりながらもあのダウントレンドに入っていくっていうのはちょっと違うよねっていうのが、まあ、いろんな、えー、アナリストが言ってる発言ですよっていう記事に。 なりますとでこれの根幹にある一つの思想としては米国の企業の決算そもそも強いよねっていうところがあると思いますでこれは僕もそうだと思うんですけれども先ほどですね発表されていたシェイクシャックですね、まあ、ハンバーガー屋さんですけれどもそういったところの決算を見ても非常に強い決算で13%ぐらいですかね株価は上がっていましたで、まあ、継続的にこの銘柄が上がっていくかどうかっていうのは別としてやっぱりアメリカの経済しっかりと 成長してますすよよとと決算も強いで,すよとで、まあ、金曜日から金融機関の決算始まり,始ま,りますけれどもそういったところを見てもやっぱり非常にいい決算でやっぱり出てくればまあコロナについてはあのもう3月4月ぐらいに新しいワクチン出るしやっぱりまた強気相場だよねみたいな感じに戻っていく可能性っていうのは今後利上げだとしても十分あると思うんですよねなので、まあ、本当にここ最近の、あのー、利上げでうわどうだどうしようバリュー株だテック株売りだみたいな感じの あのいろんなまあその風潮論調に流されることなく自分がまあいいと本当に思う銘柄をちゃんとまあいくつか持っておいて安くなったタイミングで買うっていうのをひたすら繰り返すっていうのが非常にやっぱり重要かなと思います。で、えー、やっぱり今回パウル議長がまあいろいろと発言していますけれども。 あのまだ何をやるかっていうのは正直全然決まってないっていうのが本音のところだと思います。なので、えー、今後、そのオミクロンに関連してのワクチンが出てきたときに、大きくゲームチェンジャーになる可能性もやっぱあるんですよね。まあ、そこは一つ頭の中に入れておく、まあ、大きな、あのー、今後のイベントになるかと思うので、まあ、そのあたりは一つ頭の中に入れておくと、あのー、考えの幅が広がるんじゃないかなと思っています。パウェル議長が 校長会開かれていてていい発言をしていましまたで今回、再任をされるかどうかというところではあるんですけれども、まあ、それに向けての公聴会ではあるんですが、今回、コロナ禍で特別に大きな発言というのは、えー、そもそもしていませんでしたと。なので、マーケットにはあ,のあまり大きなインパクトはなかったと思うんですけれども、やっぱり彼が言っているのは、ま,あ、まだ今現在、考え中ですよ、審議中ですよというのが基本的なスタンスだと思うんですよね。で、前回ちょっと強めキッシュな。 タカ的な発言はししてましたけれどもやはりある程度ちょっと強めにあのジャブ打ったみたいな感じにはなっていると思うのでさすがにあの、まあ、今後ちょっとどういう展開になるか分かりませんが、まあ、ある程度先にマーケットに寄り込ませるっていうことを、まあ、常に意識してやっている人だと思うので、まあ、そういったパウエル,ル議長の発言でド、えっと、カーンと下がった時に売るんじゃなくて、まあ、買うっていうところをあのまず基本スタンスとしていくと。 このパウル議長とは、まあ、うまく付き合っていけそうだなっていうのが正直今僕は思っています。はい、で、まあ、ちょっとまたコロナに戻りますけれども、まあ、とはいえ現在のコロナの状況を見てみると非常に、えー、入院患者っていうのはものすごく増えていますと。でやっぱりワクチンがあったりとかもするので投資家としてはあのそんなに心配していない状況ではある一方でやっぱりこの病院関係者の声を聞いてみると日本でもおそらくそうだと思うんですけれども、まあ、結構思ったよりもあの コロナのの状状況がが深刻だったりとかっていうのが現状なんんじゃななないかなと思うんですねなのでこの辺りがあのどういうふうに経済に織り込まれてくるかっていうところはあのそんなにもしかしたら影響ないかもしれませんがあのやっぱりこういうふうにどん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 コロナの感染っていうのが病院の中でも増えていく可能性も十分ありますしあともう一つあの特集記事みたいになっていたんですけれどもナーシングホームまあこれいわゆるその老人ホームだったりとか、まあ、そういう 介護すする家ですね、まあ、そういったところでどん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 感染者っていうのが、まあ、今増えているという状況には今あるのでやっぱその投資家心理っていうところと、まあ、経済っていうところっていうのはある程度そのタイミングっていうのはずれがあると思うんですがやっぱり国内のアメリカ国内の、えーまあ、センチメントっていうのは、まあ、必ずしもあのガンガンいけるよみたいな感じでは、まあ、やっぱりないっていうのは現状っていうのは一つやっぱり あのまあ理解するというか、まあ、こういったところからも見え隠れするんじゃないかなと思っています、はい。まあこれがどういうふうに影響してくるかっていうのは分かりませんが、まあ、今こういう状況なんだよっていうところを一つ理解する上では非常に重要な側面かなと思っています。はい、で一応これはですね先日からもちょっと言われてますけれども中国の方が今ですねまたコロナが感染拡大しているということもあって、まあ、結構工場を閉鎖したりとかまた港をですねあの少し少し あのまあ止めるみたいなことをやってたりもするので、まあ、やっぱりこの辺りもサプライチェーンに結構影響出てるんじゃないかなと思ってますで、えー、僕が持ってるナイキだったりとかあとはトヨタもこの記事の中に名前が上がっていたりとかサムスンアディダスまあこの辺りあとはフォルクスワーゲンかが名前上がっているんですけれどもやっぱりこの辺りはあのもう、まあ、ちょっと短期的に 下がったりとかっていうのは影響はあるかと思いますがあのオリンピックが終わった後にこの辺っていうのは状況が、まあ、180度変わって可能性は十分あるのであの、まあ、ず,ずっと中国、まあ、ダメだよねみたいな感じっていうよりもあのもしかするとこの辺りは非常にドラスティックな変化あるかもしれないのは頭に入れておきながら、まあ、可能性を探るっていうのは一つ重要なポイントかもしれませんね。はい、で続いてブルンバーグの方を見ていきたいと思うんですけれどもえっ、ー、とですね 一つ、これまあ仮想通貨に関連したことでもあるんですけれども、結構今注目されているのが、ステーブルコインへの規制というところなんですけれども、今回パウエル議長は、プライベートコイン、まあ、これはあのステーブルコインだけではないですが、まあ、プラスそれと FRB、えー、Fed FR が今後出していく、えー、CBDC ですね、まあ、共存できますよということを発言をしていました。でこれ非常に あの発言というか仮想通貨に関連した非常にプラスな発言かと思うので、まあ、この辺りはしっかり前向きに受け取ってはいいと思うんですけれども、えっと、今後数週間以内に f e d の方からこういった CBDC に関連した、まあ、デジタル関連紙に関連したレポートっていうのを出してくるので、まあ、その中の内容をしっかりと注視していきたいかなと思っております。はいというところが中心かなと思ってます。やっぱり今いろいろとニュース細かいニュース出てますけれどもまずは フェッのの今後の方針プラスパウエル議長が市場とのコミュニケーションの中で何を言いたいのかっていうところをうまく汲み取っていけるように、まあ、一つ努力が必要かなと思っています。今のところ最初に強めにいろいろと発言されてましたし、まあ、あとはですね FRB の他のいろんな連銀総裁の方からもやっぱりその利上げ織り込みっていう方向への発言が出てることもあるのである程度そう,そうなってくるとパウエルさんはまあ少し引いて。 まあもうちょっとそのハト派ではないんですが皆さんがタカアで発言をしていたものとバランスを取るような発言をしてくると思うので、まあ、そういった舵取りっていうのをあの、まあ、しっかりと見ていくでパウエルさんがやっぱタカア的な発言をするタイミングはどういうタイミングなのかそれはある程度、まあ、みんなの,そのコンセンサスが固まってきた時に、まあ、もう少し準備させたいなマーケットにですよマーケットにもう少しタカア的な 意識を準備、植え付けさせて準備させたいなっていう時なのか、まあ、この前みたいに少しみんなが他のレギン創設者が言い出す前に自分でジャブ打つみたいなタイミングなのかっていうのはまあ、ゃあやっぱ考えながらいくと彼の意図っていうのがどういうものなのかっていうのをまあ100%当てることはできないかもしれませんが、まあ、ある程度感じながらいくと、まあ、今回の下落の局面みたいなっていうのももう少し心に余裕を持って 挑めたりもすするんじゃなないかなと思ってます、まあ、このままあの株価下がるかもしれませんが僕はもうあんまりそういうふうには見てはないのでこういう捉え方をしてますというのはちょっと共有させていただいたという感じですかねはい、まあ、引き続き非常にやっぱ重要なのが明日 CPI 発表ありますし、まあ、その子でどう動くかプラス金曜日から始まる、えー、米国のまあ金融機関からの決算シーズンスタートというところで 今後のマーケットはい基本的にはアメリカの経済強いよというところがなければ利上げもできないので、まあ、この辺りの,あの物価上昇となぜ物価上昇がしているかっていうところのバランスですかね、まあ、今のやっぱり例えば賃金上がってるのもずっとこのペースで賃金上がっていくかっていうと、まあ、それはちょっと企業は耐えられないんじゃないかと思うので、まあ、その辺りも近いうちあの上昇が止まってきたりもすると思うんですよね。うん あとはやっぱり物価の上昇っていうのも全体が上がってるっていうよりもサプライチェーンの行き詰まりっていうところから一部のセクターの値段が上がってるっていうところだと思うのでまあこの辺りもあの正直ずっと続かないんじゃないかなとは思っていますやっぱ本当にインフレを続けさせるっていうのはやっぱ非常に難しいですしこのペースでのインフレの継続っていうのはもうかなりまあ至難の技っていうかそのまあ意図してやってるわけじゃないと思うんですけどま無理だと思うんですよね えー、マーケットがが意識ししててい,いいいいいいるかかととうののをを年金利見なななら判断くんじゃないかなと思います今のところ、まあ、10年歳の金利がぐーって上がっていくようであれば、もっともっと金利上がっていくるねってストーリー、マーケットが見てるとは思うんですけども、今そういう感じではないので、あのまだそんなに心配する状況ではないかと思います。はい。ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、いつも動画を見ていただいて本当に嬉しい限りです。今後もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。